はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですねオンラインなんですけど、アウトレットで約1万5000円分ぐらいお買い物をしたので、それを紹介していきながら、それを使った1週間のコーディネートも紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していくんですけど、今回スマセルっていうところでゲットしたんですけど、みんな知ってますかね、スマセルって。なんかオンラインのアウトレットモールみたいな感じで、結構いろんなブランドさんのものあったりとか、やっぱアウトレットモールなのでお安くなってたりとかして、すごいお得にゲットできるサイトなんですけど、まあもちろん新品のものもあったりとか古着のものもあったりとか、結構本当にいろいろ置いてるサイトで、しかもスマセルでお買い物することで地球とか環境もね守ることができるそうで、二酸化炭素のね削減量とかもね見れるようになってます。そう、今回そのスマセルで約1万5000円分お買い物をしたので、それを紹介していきたいと思います。では早速紹介していきます。まず一つ目がじゃじゃん、こちらでございます。 T シャツをゲットいたしました。やっぱり T シャツはねもういつになっても使えるアイテムなのでゲットいたしました。ちょっとメランジっぽい感じの色合いになっていて、すごく可愛くて、で生地もなんかペラペラっていう感じでもないので、透ける心配とかもあまりなさそうだなと思います。デニムとかとシンプルに合わせても可愛いだろうし、カラーパンツとかと、ね、合わせても可愛いかなと思います。こちらのお値段が1517円でございます。では続いて2つ目がじゃん、こちらでございます。ニットベストをゲットいたしました。ちょっとゆるっとしたニットベストなんですけど、夏とか暑くてあんまり重ね着できないと思うんですけど、このぐらいの軽いベストなら重ね着してもいいかなと思ってゲットしてみました。結構海外の方とかでもこういうベストを白 T の上から着たりとかして合わせてる方も多かったりするので、そういった海外コーデが好きな方にもおすすめですし、まあこのベストはね割といろんな系統の方が合わせやすいんじゃないかなと思います。素材もこれ結構気持ちくてすごい良かったです。こちらのお値段が2176円でございます。もうほぼほぼねほんと2000台ぐらいなんですよ。まあブランドによって違うとは思うんですけど、ほぼほぼ2000台とかでゲットできるのでめちゃくちゃあるんですよね今回だからということで、続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらでございます。白のコットンワンピをゲットいたしました。私の普段の系統的にあんまりイメージがないかもしれないんですけど、夏ってこういうねなんか白のコットンワンピ、私もちょっと着たくなるんですよ可愛いじゃないですか。なんかこれにちょっとごつめのブーツ合わせたりとか、スニーカーでカジュアルダウンさせたりとか、なんかそんな感じで着れそうかなと思います。あとキャップかぶったりとかしてね、バランスを見ながら着ていきたいなと思うんですが、後ろがこんな感じのリボンになってまして、バックスタイルまで可愛くなってます。でこの肩紐のところは調節ができるようになっているので、自分に合わせてそこも変えられるのもいいなと思いました。裏にもついているので透けちゃうなっていう心配もなさそうかなと思ってます。これ1枚で着ても可愛いし、なんか中にキャミとか合わせて着ても可愛いし、 T シャツとか合わせて着ても可愛いし、割と着回しもできそうかなと思っております。こちらのお値段が2495円でございます。では続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。パンツなんですけど、色味がマジで可愛すぎて一目惚れでゲットしました。レザーパンツなんですけど、めっちゃ分厚いレザーっていうわけでもないので、まあこれからの時期でもちょっと灼熱だったら暑くなっちゃうかもしれないんですけど、まあまあなんか上はタンクトップとか合わせれば着れそうかなと思ってゲットしました。テーパードのパンツかな、ちょっと裾にかけて細くなっていくような感じのパンツですね。後ろはゴムが入っているので履きやすそうだし、ベルトループもついてたりとかするので、ベルトとかと合わせても可愛いかなと思います。ここにもタックが入っててね、結構足が綺麗に見えそうですよね。光沢が強めのレザーとかじゃなくて、割とまっとめかなのレザーになってて、結構大人っぽく落ち着いた雰囲気で着れそうなレザーパンツでございます。こちらのお値段が2072円でございます。では続きまして5個目がこちらでございます。スリッパサンダルをゲットいたしました。そう、このねスマセルって本当にいろいろあって、洋服だけじゃなくてシューズも置いてたりとか、後で紹介するんですけどアクセサリーとかバッグとかも置いてあったし、本当スマセルだけでトータルコーデできちゃうぐらいいろんなものが安くゲットできるので、私もねシューズをゲットしてみたんですけど、ここがちょっとギャザーが寄ってたりとかしてクシュクシュとなってる感じがとても可愛くて、つま先も割とスタイリッシュな印象になっているので、いろんなコーデに合わせやすいかなって思ったし、スリッパサンダルなのでもうサッて履けるから、夏とかね私めちゃくちゃスリッパサンダル履いちゃうんですけど、素材は結構柔らかめになってて、しっかりクッションも
ついているので履き心地も良さそうです。こちらのお値段がなんとですね900円でございます。ここに来て3安値、シューズ900円ってやばいですよね。めちゃくちゃ使えそうだから、これはマジでいいお買い物しましたね。では続きまして6個目がじゃじゃん、こちらでございます。めっちゃ可愛くないですか。サイズ感も超可愛くて、結構ミニサイズなんですけど、アクセサリー感覚で持ってたりとかするのですごい好きなんですけど、形もちょっとこう筒になってて、中もこんな感じでポッケもついてたりとかするので割と入りそうかなって私は思ってます。結構普段からちっちゃいバッグを持つ派なので全然足りそうなぐらいの大きさ。チェーンが2つついてて、これがちょっと飾りになって可愛いですよね。ブラックでシンプルで使いやすいんだけど、このチェーンとかがついててインパクトも出るかなと思うので、なんかシンプルなお洋服の時とかにもいいなと思って今回ゲットしました。いろんなコーデに合わせやすそうじゃないですか。さって持っただけで可愛い気がする。こちらのお値段が2022円でございます。では続きまして7個目がじゃじゃーん、こちらでございます。これも超可愛いんですよ。これもねミニサイズのバッグなんですけど、さっきとはまたちょっと形が違って、大きさもこっちの方がちょっとちっちゃいですね。これはポッケとかはついてないんですけど、割と入り口もカパッと開いてくれるので荷物の取り出しもしやすそう。さっと出かけたい時とかに持ってあげても可愛いですし、でしかもこれはねチェーン、これボールチェーンなんですけど、これもついてきたので、これをつけると斜め掛けもねできたりとかするんですよ。これめっちゃ可愛くないですか。ピュッて持ってたらめっちゃネイルとも合ってる今ネイルとドンピシャぐらいの色合いじゃない。これねいろんな色あったんですよ。ブラックとかベージュっぽい感じのもあったかな、ホワイトっぽいやつもあった気がする、グリーンとかもあったかな。私はこのピンクにしました。やっぱ夏はこういうねちょっと色物とかを持ちたくなりますよね。普段モノトーンが多くても差し色になるので、こういうものでワンポイント付け加えてあげても可愛いと思います。でこの取っ手はね中にさっとしまい込めるようになっているので、邪魔だなって思う時とかはこんな感じでも使えたりします。こちらのお値段が1954円でございます。では続いてでラストでございます。ラスト8個目がじゃじゃーん、こちらでございます。ベルトをゲットいたしました。バックルがちょっといかつめなごつめのベルトをゲットいたしました。こういうベルト私昔持ってたんですけど、最近またちょっと欲しいなと思ってたのでゲットしました。デニムとかと合わせてもすごく可愛いだろうし、さっきのあのレザーのパンツとかとも合わせても可愛くないですか。シンプルにブラックをゲットしたので色々使えそうかなと思います。こちらのお値段が1180円でございます。はい、ということで以上がズマセルの購入品でございました。やっぱりアウトレットモールっていうこともあってめちゃくちゃねお得にゲットできました。今回の購入品全部合わせても1万5000円いかないんですけど、それでも8個ゲットすることができました。ということでじゃあコーディネート組んでいこうと思うんですけど、もちろんこれだけでもねトータルコーデできるんですけど、1週間分ぐらいコーディネート紹介しようかなと思ってるので、ちょこちょこ自分の持ってるアイテムとかも入れながらコーディネート組んでいこうかなと思います。それでは着替えてきます。はい、ということでまず1コーデ目がこんな感じでございます。じゃじゃんこのね白のワンピースを使ったコーディネートなんですけれども、この帽子以外は全部そのスマセルで購入したもので、このワンピースとバッグはブラックの方を持ちました。シューズもこの黒のスリッパサンダルを履いております。なんだろうな、フェスとかなんか夏だなみたいな感じのお出かけイベントの時とかにすごく良さそうなコーディネートかなと思います。ワンピがね1枚でコーディネートも決まるし、後ろとかもね結構がっつり空いてると思うんですけど、これがすごい可愛くてとてもお気に入りでございます。やっぱ白のコットワンピってちょっと甘い印象があると思うんですけど、こういったブラックの小物とか合わせてあげるとそんなに甘くなりすぎずに着れるかなと思うので、黒の小物たちを使ってコーディネートを締めてあげるっていうのもいいかなと思います。どうでしょうか。普段あんまりやらないコーデだけど、こういうコーデもやっぱ夏は可愛いですね。ということで1コーデ目こんな感じでございます。ということで2コーデ目こんな感じで組んでみました。じゃじゃん。今回はこの白 T とシューズは私物のものなんですけど、パンツとベストとバッグは今回購入したアイテムでございます。このベストは本当にこういった白 T に合わせてあげてもすごく可愛くて、さっき言ったように夏でもねレイヤードができるっていうのでとても使い勝手のいいアイテムになっております。でそれにレザーのパンツを合わせているんですが、このグレートもね相性良くて可愛いですよね。足元もねスニーカーで合わせてあげて、ちょっとボーイッシュな感じのコーデなんですけれども、この
バッグですね。これがマジでめちゃくちゃ可愛くて、これがないとどっちもくすんだ色味なので若干こう暗く見えがちだと思うんですけど、意外とこういったパキッとしたカラーもののものを持ってきてあげてもすごく可愛く見えるかなと思います。ということで2コーデ目はこんな感じでございます。ということで3コーデ目こんな感じでございます。今回のコーデはもう全部今回の購入品で組んだコーディネートでございます。カラーパンツって T シャツに合わせるとすごい可愛いじゃないですか。夏とか結構ねやる方も多いと思うんですけど、やっぱり色物があることですごいコーディネートが映えると思うので、でもなんかカラーパンツってちょっとレベル高いなって思う方もいると思うんですが、このぐらいの落ち着いたトーンのカラーパンツとかなら結構合わせやすいし派手になりすぎなくていいかなと思います。小物はどちらもブラックを使ってて、これちょっと引き締める感じで合わせております。夏はやっぱりこういうね T シャツにパンツスタイルとかっていうのがすごく楽なので私もよくやるんですけど、結果これがシンプルで可愛いみたいな感じありますよねこれ全身いくらだ ?7000 円くらい、1万円してないコーディネートなので余裕で、どうですか、結構可愛く組めたんじゃないかな。ということで3コーデ目はこんな感じでございます。ということで4コーデ目こんな感じでございます。はい、またまたこの白のワンピを着回してるんですが、今回のコーデは中に目すりを重ねてみました。やっぱり背中がちょっとね空いてるのでこれで着づらいっていう方もいると思うんですけど、こういうタンクトップとかと合わせてあげてもすごい可愛いのでこういう感じで着てあげるのもいいかと思います。でバッグはピンクのバッグを持ちました。やっぱこれめちゃくちゃ可愛いですね。すごいポイントになって夏らしいコーディネートになる気がする。海辺のドライブとか行きたいですね、これで合いそう白いワンピースだし爽やかだから合いそうじゃないですか。はい、ということで4コーデ目こんな感じでございます。ということで5コーデ目こんな感じでございます。じゃん、シルティは私物のものなんですけど、まあ、みんなねこういうシルティを持ってるかなと思うんで、これにレザーパンツを合わせてみました。やっぱシンプルで可愛いですね、このコーデも。このベルトもね使ってるんですけど、やっぱりベルトがあるのとないのだと全然印象が変わってくると思うんですが、こういったゴツめのベルトとかを持ってきてあげても可愛いですよね。これがシルバー系のベルトなのでバッグともすごく相性が良くて、もうシンプルイズザベストみたいな感じのコーディネートでございます。こういった小物とかを使ってあげて手抜き感が出ないようにとか、ラフだけどおしゃれに見えるコーディネートかなと思うので、サッと出たい時とかにもおすすめでございます。ということで5コーデ目はこんな感じでございます。ということで6コーデ目のコーディネートでございます。じゃん、またまたこの白のワンピを着回しているんですが、今度は中に T シャツを合わせました。もう済ませるところに置いたやつですね。こうやって T シャツを合わせてあげてもすごい可愛くて、よりカジュアルな印象になるかなと思います。でしかも着やすくもなるので、こういった感じで合わせてあげてもお顔でございます。足元はブーツでちょっとゴツめな感じ、ボリュームアップをさせてみました。やっぱこのワンピの甘口な感じとシューズの辛口な感じがとてもバランスよくて可愛い甘辛のミックスコーデになります。このバッグマジで優秀だなどんなコーデでも合う、マジで細かいんですけど、それとかもちょっとまくってあげることでこなれ感が出たりするので、こういった感じで合わせてあげるのもおすすめです。6コーデ目はこんな感じでございました。ということでラスト7コーデ目でございます。じゃじゃん、今回はまあデニムをねちょっと合わせてみました。それ以外はスマスレで購入したものでございます。この T シャツもそうだし、それにベストをねちょっと重ねて、でベルトも今回ゲットしたやつを使ってます。バッグはねピンクで差し色をしたいなと思ったので、こちらのバッグを選びました。やっぱ私夏って T シャツにデニムっていうのがすごく多くなるんですけど、こういう重ね着できるアイテムが1枚あるだけでコーディネートの雰囲気もガラッと変わるし、よりおしゃれに見えるなと思って、このベストマジでね着回せそうだなって思います。なんかこれはフラットをランチに行ったりとか、友達とお出かけしたりとかするときに良さそうなコーディネートかなと思います。このサンダルもね本当に素材が柔らかい素材だから全然靴ずれもしなさそうだし、長時間歩いてても疲れにくそうなサンダルになってます。これめっちゃ履いちゃいそうなやつ私超楽。ということで7コーデ目はこんな感じでございました。
はい、ということでこんな感じで今回のゲットしたアイテムたちを使って1週間コーディネート着回してみました。どうでしたか？皆さんなんか好きなこれとかありましたかね？今回そのスマセルでゲットしたアイテムを主に使ってコーディネートを組んでいたんですけど、私物ももちろん色々と合わせていったりはしたんですが、全身1万円でできるコーディネートとかもあったりして、いつでもお得にゲットできるサイトになっているので、気になった方は概要欄にね URL 貼っておくのでぜひチェックしてみてください。めちゃくちゃいろんなブランドのアイテムがあって、見てるだけでもすごい楽しいだろうし、でアウトレットっていうとやっぱり、まあ、新作とはまた違ったアイテムたちになると思うので、トレンド感ないんじゃないのとか、生地感とかもあれなんじゃないのって思う方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、ぶっちゃけトレンドとかも頻繁にコロ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 1年おきに変わるってわけではないので、全然なんかトレンドのアイテムとかも置いてあったりするし、で生地感もね、まあ、画面越しっていうのもあって分かりづらいかもしれないんですけど、届いてみてうわなんかこれ全然写真と違うんやみたいなやつもなかったので、そこの面は割と安心できるんじゃないかなとは思いました。あとはやっぱ環境を守ることにもつながるっていうので、まあ、今結構いろいろと環境をね守っていこうっていうのを言われてると思うんですけど、そういう活動をされてるっていうのですごくいいなとも思いました。はい、ということで今回はこんな感じで購入品の紹介とそれを使った1週間コーデを組んでいきました。お気に入りのアイテムもねすごくたくさんゲットできたし、コーディネートもね可愛く組めたかなと思うので、ぜひ参考にしてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。